僕は立脇勇、小学5年生。ある日、じっちゃんの道場で剣道の稽古をしていると、鬼みたいな化け物プレダコンがいきなり襲ってきたんだ。奴らの狙いは我が家に代々伝わる伝説の鏡、レジェンディスク。てめえら絶対に許さねえ。みんなを守りたいという僕の気持ちに応えるように、レジェンディスクから不思議なパワーが流れ込んできて、ソードボット、サムライチームが復活したんだ。トランスフォーム。トランスフォーム。トランスフォーム。いざ参上合体。兜装着、参上合体ゴー剣山。かっこいい。くらえ残光十字。兜装着、参上合体ゴー剣王。ガンガン岩塩爆破。こうして僕と侍チームのレジェンディスクを守る戦いが始まったんだ。へえ、何これ。おお、本当に基地だ。イサミ君、地球の平和を守ってほしい。あれはプレダコンのマーク。行くぞ。お、出たな鬼ども。この宮本武蔵から盗んだ神秘の鏡返してもらう。宮本武蔵ってあの剣豪の。行くぞ。いざ参上合体。兜装着、参上合体合神武。参上奥義、神神神雷返し。分かったよ武蔵さん。僕、怖さから目を背けない。そして強くなる。これまで力をつけたな、イサミ。どうしたのじゃ。このレジェンディスクを肌身離さずに持つようになってからなんだよね。何がじゃ。前よりも相手の動きがよく見えて、早く動けるようになった気がするんだ。つまりはその鏡の力だというのか。うん、自分の実力じゃないような気がしてさ。ならばそれでよし。え、今の力が鏡の力であり、自分の実力でないと分かっていればそれでよい。
でもそれってなんかインチキしてるみたいでさ。イサミ、誠の強き力とは何事にも負けない強い心を持つということじゃ。強い心なくして世界を守り友達を守ることはできぬ。そのことを忘れるなよ。強い心なくして世界を守り友達を守ることはできないか。うん、わかったよ。敵のボスが復活するって？そうだ。敵のボスのドラゴトロンは最強最悪のプレダコンだ。幸いにも今はまだ傷ついた体を修復中だが、復活するのは時間の問題だ。さらにレジェンディスクを奪われ、その力をドラゴトロンに利用されたら、君たちの力だけでは撃退できないかもしれない。ドラゴトロンってそんなに強いの？強い。うん。だからこそ何としても残りのディスクを手に入れ、ドラゴトロンの復活に備えてほしい。わかった、オプティマス、お任せください。何としても手に入れてみせる。うん、あれ、これってレジェンディスクが反応を始めた。銀座のサイバトロンサテライトの近くだ。よし、行こう。頼んだぞ、サムライチーム。おう。この近くじゃ。うん、間違いない、ここがタイムスリップポイントだ。ここってどこ？なんだ？だろうが、この俺にかなうわけがないって。くらえ！やめろ！もう負けを認めてる相手にそこまでやることないだろうが。なんだ、お前もこの坂本龍馬に挑戦しようってのか？坂本龍馬って、あの幕末の志士の？幕末の志士？なんだそりゃ。俺は天下無敵の少年剣士、坂本龍馬だ。坂本龍馬ってもっと立派な偉い人だったはずだけど、かなり嫌なやつだな。まあいいか。あのさ、これと同じディスク、あ、じゃなくて鏡、知らないかな？あ、お前いつの間に盗みやがった。あ、おっと。え、レジェンディスク、君が持ってたんだ。似てるけど色が違う。だからなんだ？その鏡がないと未来の世界が大変なことになっちゃうんだ。僕に、いや未来の人たちのためにその鏡を譲ってくれないかな。バカなことを言うな。この鏡は俺の宝だ。この鏡を手に入れたから俺は無敵になれた、強くなれたんだ。それにお前もうすでに1枚持ってるじゃねえか。1枚じゃダメなんだ。少しでも多くの鏡を集めないと奴らにはかなわないんだよ。そうか、わかったぞ。お前鏡を独り占めして自分だけ強くなろうと思ってんだろ。違うよ、僕は世界を守るために、平和を守るために。俺は俺が強ければそれでいいんだ。世界を守るとか平和を守るとか俺の知ったことか。そんなのおかしいよ。何？自分だけ強くなったって世界がなくなったり友達がいなくなったら何の意味もないじゃないか。そんなことあるわけねえだろうが。俺を騙そうったって無駄だ。とっとと消えろ。お願いだから僕を信じてよ。スカイ、どうしても欲しいなら勝負しろ。勝負？ああ、鏡をかけて勝負しろ。勝った方が2枚ともいただく。それでどうだ？分かったよ。イサミ殿は大丈夫でしょうか？尋常な勝負だ、見守るしかない。いざ。おう。なかなかやるな。そっちこそ。レジェンディスクミッキー！ なんだ？なんでここにプレダコンが？
お前たちだけじゃないんだよ、タイムスリップできるのは。トランスフォーム、トランスフォーム。鬼だ。レジンディスクをよこせ。そうはさせん。トランスフォーム。トランスフォーム。トランスフォーム。剣山人武剣王、ただいま参上。ソードボット侍チーム。現れやがったな。お前らの相手はこいつらだ。いでよ闇の邪気ども。我は緊急二刀流剣山なり。侍の心得、斬神眼で戦う。拙者は超空超刀流神武、スピードなら誰にも負けん。わしは消防突撃流ガンを。パワーならわしがナンバーワンじゃい。調子に乗るなよ。今回はパワーアップ、ブラックジャキ合体だ。なんというパワーだ。とっととディスクをよこしやがれ。やめろ。お前らにレジェンディスクは渡さない。虫けらに何ができる。お前怖くないのかよ。怖いさ、怖いけどディスクを守らなきゃいけないんだ。なんで、なんでそこまで。僕は世界を守るために、平和を守るために。本当なのか、世界を守るって。だから言ったじゃないか、この世界がなくなったり友達がいなくなったら何の意味もないって。だから、だから僕は世界を守る。持ってけ。その代わり約束してくれ。絶対にこいつらからこの世界を守るって。分かった、約束するよ。何をごちゃごちゃ言ってやがんだ。とっととディスクを渡しやがれ。侍チーム、こいつらをやっつけてディスクを守ってくれ。合体だ。その心受け止めた。行くぞ。おう、剣山人武ガンを、いざ参上合体。カルト装着、参上合体ゴーガン王。パワーでは負けん。ゼロリア、セイイ、オラ。参上奥義、ガンガン岩塩爆破。やられちまった。だがディスクはいただくぜ。好きにはさせん。なぜだ、なぜいつももう少しというところで戻ってしまうのだ。これもレジェンディスクの影響でしょうか。でも坂本龍馬に会えるとは思わなかったな。消えちまった。鏡もあいつも。この世界がなくなったり友達がいなくなったら何の意味もないって。だから、だから僕は世界を守る。これからは俺も世界のため、友達のために強くなる。約束だ。